私のハッピーポイントをお話しします。今日は先生方は運動会の応援や採用説明会の方に参加させていただきました。私はこう運動会の応援行けなかったんですが、運動会の応援をしてくださった先生方からこうお話を聞くと、こう子どもたち笑顔でこう頑張ってたよっていう姿が見れてたっていうお話が聞けたので、私も嬉しくなりました。また採用説明会の方では熱心な学生さん方が来てくださって、こう私も来年もこう勢いよく頑張っていこうと思いました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。